万事行くす教よ、そなたの考えはいかがですかな？いかがでしょうか？格のごとき、渋みの強い、ファース。何言ってだ。何言ってっかわかんねえ。グラスに浮かべ、ため息とともに飲み下し。投げるな！抑えて！こらえて！あー飲みきれなかった分はただ黒煙に投じるのみ！恐れながらバンジークス教。弁護側からただいま新しい可能性が提示されましたが、可能性か、陪審長よ。低級なるザレ言に言葉もないが、貴公たちはもう一度、現場付近の位置関係を確認するべきであろう。え？現場の位置関係？今度は何だ？ん？事件の起こった現場と被告人の下宿、言うまでもないことだが、その間には大きな馬車通り、ブライヤーロードがある。え？飛ぶでしょ？大家夫婦の部屋から現場までの距離はそう、15ヤードは下るまい。え？15ヤード、およそ14メートルほどでございます。まあ結構あるけど、14メートルですか。思ったよりも随分遠いな。そして、貴公たちもさすがに疑問に思っているようだが、その本は倒れた被害者の手の中より発見されているのだ。え？拾ってから刺さったんでしょう。アレクルー主婦が投げた燃え盛る書物が15ヤードの距離を飛び、次の瞬間歩道に倒れ伏した被害者の手の中にすっぽり収まった。いやいや。それが貴公の最終的な結論だというのか？そう、それは、違うよ。さらに、その後追うようにナイフもまた大通りを飛び越えて、被害者の背に刺さっただと、あまりにもひどい夢物語だ。わかんないじゃん。くだらぬ娯楽雑誌の探偵小説ですらもう少しマシなストーリーを用意するだろう。あ、ワトソンちゃんをね。ワトソンちゃんをね、褒めてるよ。何も言い返せない。あの者、ケンジ様とはいえ、言わせておけば勝手なことを。そうだよな、佐藤さん。探偵小説をくだらないとは、そのような侮辱許せません。あ、侮辱してた。そこでしたか。裁判長様、恐れながら申し上げます。何ですかな、法務助手よ。たとえ検察側にとっては夢物語に見えようとも、弁護側の提示した新しい可能性によって評決は変わりました。したがって、本法廷はそれを検証する義務があると存じます。うん。やったれやったれ。そしてそのためには。ね？陪審4号、ジョン・ガリネブ様の尋問が必要でございます。そうかも。何ですと？陪審員の尋問。そのガリデブ夫人がどんだけ肩が強いかっていうところを、あれ検証するってこと？静粛に。これは、こんなことは。前代未聞です。陪審員が告発を受けて証言台に召喚されるなど。だから、大事にしろって。その必要はない。バンジークス教？は？現在我々は事件の目撃者を召喚して、その尋問の最中である。そしてもし、事件当時、弁護側のザレ言の通り、現場の上空を燃え盛る本や凶器のナイフが飛び交ったのならば、彼らはそれらについて語るべきことがあるだろう。どうかな？ふむーん。いかがですかな、証人よ。なんかあるの？どうなの？見たの？パトリックおまわり巡査、報告させていただきます。報告することがあるってことは何かが飛んでたってことじゃないの？どうやら、やっと目を覚ましたようだな。嘘。今まで寝てしまって、本当にすみませんでした。何しろ担当ピートに現れた悪感を追って、1ヶ月間ほど寝ていなくて、ピートだっけ？
やはり壮絶なのでございますね、ロンドンのおまわり様は。ローラ、苦労かけたね。でももう大丈夫だよ。あー、パッと、もう好きになっちゃいそう。もう好きになっちゃいそうだよね。よろしい。先ほどの弁護側の要請は却下します。あー。そして、この証人たちにさらなる証言を命じます。へー、ただいま弁護士によって提示された事件のもう一つの可能性について。はいー。今まで寝言だったのか。まあ何かあるでしょう。何か。あ、ラストの BGM じゃない？これは。ガリデブ夫妻は、夫妻は無関係です。ロンドン警察の巡査として断言します。どうして？なぜならば、あの部屋の窓は跳ね上げ式だからであります。え？跳ね上げ式？そもそも妙なものが空を飛んでいたら見渡すはずがありませんの。私は現場を離れたけど、パッドはしっかり現場を守っていましたのよ。現場からは片時も目を離していません。何一つ異常はありませんでした。まあその後は飛んでこなかっただろうけど。跳ね上げ窓って何？巡査よ。そのような報告は受けていないが。え？ドキ。あ、その、すみません。何しろ眠くて。眠いと言えば何でも許されると思わぬことだ、巡査よ。真っ当な説教。はいー。すみません。恥を忍んで、何のことですか、跳ね上げ窓というのは。気候も、はい。すみませんと言えば何でも許されると思わぬことだ、日本人よ。すみません。すみません。と、アメリカンジョーク。なるほど、様。今お調べいたしました。佐藤さん。ガリデブ様のお部屋の窓を思い出してくださいませ。ガリデブさんの部屋？なんだっけ？え？窓は空気を入れ替えるため開くことができるのでございますが。ああ。跳ね上げ窓はこのような開き方になるようです。なるほど。そんなに飛ばないってことね。隙間が開かないのか。その通り、この窓の最大な特徴は、ストッパーがついていて一定の角度より開くことができないのだ。開くことができない？ええ、その通りです。つまり、開いた窓に向かって本やナイフを思い切り投げたとしても、半開きのガラス窓にカチンと当たってそのまま落ちるだけなんです。え？どうかな？両方、あ、下は開かないってこと？下もそういう風に開くってこと？ほえー。そんな！窓を知らぬ国から来た気候にもようやく理解できたようだな。進んでるわ、イギリスは。大通りを越え15ヤードも先まで飛ぶなど最初からありえぬ。へぇー。少なくともあの窓のガラスを突き破らない限りはな。それなんじゃない？な、なんですってー。ねえ見てパッと、あの日本人ったら、なんですってーだって。ああ、見たかい。やっつけてやったよ、ローラ。まあ素敵、パッと。好きになっちゃいそう。なんてことだ。尋問が始まる前にいきなり可能性を潰されるなんて。それでは弁護士よ、尋問を始めるがよい。やるしかない、でも。はい。またしても絶対絶命か。跳ね上げ式か。じゃあ、なんだ。じゃあなんだよ。下に何かあったんじゃねえのかよ。なんかなかったかな。なぜそこまで断言できるのですか。よくぞ聞いてくれました。その理由は、なんと、これだったのです。え？警察署、それはありがたい。巡査の心得が書かれているのです。確か、先ほども見せていただきましたね。そうでしたっけ？よく覚えてないな。
よく覚えてないな。巡査は帝都市民のために働くべし、それが僕のすべてなのです。こんぐらい仕事に一生懸命できたらね、いいのかもね。だからかわいそうな奥様のため、僕は今立ち上がったのです。そう、眠い目をこすって。まあパッと、なんて男らしいの。何、当然のことさ、ローラ。あ、いつもはこんなに喋るんだね。おー、ローラ、まあパッと。よかったね。よかったね。いえ、そういうことではなく、ガリレム夫妻が無関係だと断言する根拠を聞きたいのですけど。あ、そっちですか。それならそう言ってもらわないと。こいつも大概だったな。それでは聞かせてもらえますか。やれやれ。ではいよいよ満を持して語り尽くしたいと思います。あのガリレブ夫妻が無関係だというその驚くべき根拠を語って。でもその前に一つだけ。え？え？東洋の弁護士さんにもぜひ知っておいていただきたいのです。え？僕たちロンドンの巡査の心意気を東洋への土産話にしてほしい。あいにく留学生としてロンドンに来たばかりなのですけど。これ貸しておきますから、きっちり読んでみてください。いいの？きっと涙なくしてはやめないでしょうとも。あ、わかりました、お借りします。巡査の心得だ。何が書いてあるんだ。この中に何かがあるとは思えねえ。交番ごとに担当区域ビートを定め、巡査はビート内の平和を守るべし。うんうん。巡査はビート内を1日20マイル巡回し、帝都市民のために働くべし。うんうん。事件の際は現場となったビートが担当、ビートとして捜査を担当すべし。関空。担当ビートの巡査は事件発見の際、初動捜査に参加、刑事を補佐すべし。ん？そうですか。そうか。なんだろう。なんだろうな。つまり、窓はきちんと開くことはできなかったというわけですか。その通りであります。空気を入れ替えるためだけの窓なので、これ以上は開かないのです。なるほどな。つまりたとえ室内で投げたものが窓から飛び出したとしても、窓ガラスに当たってそのまま下へ落ちる、地図で確認するならば。え？この辺りが落下地点となるだろう。なるほど、落下地点が示されるってことは動かしたってこと？まさに現場とは正反対の場所ですな。跳ね上げ窓のこと先に言っておいてほしかったな。ああ、そういえば、パットさんよろしいですか？はい、何でしょうか？あなたはどうして知っていたのですか？ガリデブ氏の部屋の窓が跳ね上げ式だということを。確かに。ああ、それは簡単な話ですよ。僕、昨日お手伝いをしたんです。この事件の捜査を。なんか聞いてほしそうだな。いいよ。聞いて欲しそうだけど。あの、ローラさん、よろしいでしょうか？何かしら。聞いて欲しそうじゃん。どうかしましたか？その、とても幸せそうな顔ですけど。思い出しましたの。私たち、本当に運が良かったなーって。え？運ですか？もちろん刺された女の人は気の毒だけど、あの事件、パットのビートが受け持っている地区の、あ、本当にギリギリ外側だったの？え？こりゃあ、あるで。そうだったのですか。ええ、確かあの場所通り、ブライヤーロードが境界線なの。ねえ、パット、確かそうだったでしょう？こいつ、こいつまさか、パットさん？わざと寝たふりか？あ、ああ、そうです。
実は昨日ガリデブさんの家の聞き込みを手伝ったのも、あの区域は僕たちのビートが担当しているからだったんです。文字通りギリギリだったようだな。パッド様、一つ確認させていただきます。お、それではガリデブ様のお屋敷の前の歩道はどちらの担当なのですか？佐藤さん、ナイス。はい、ガリデブさんの屋敷ですよね。そちら側の歩道は僕たちのビートの担当になっています。それは初めて聞きました。もしあの晩ブライヤーロードの反対側で事件が起こっていたら、きっと私たち記念日のお食事には行けなかったと思うんです。それがパッドのお仕事だから。さすがは市民のために働く巡査、見上げた心がけである。私思うんです、これってきっといつも頑張っているパッドのこと神様が見ててくれたんだって。ね、そうでしょ、パッド。パッド？うん、きっとそうだね、ローラ。ちょっと怪しいぜ、パッド。今のこの情報、記録しておいた方がいいかもしれないな。お任せください、なるほど様。もう、佐藤さん。いいぜ。いいぜ。じゃあ次は私の番ですの。なるほどな。見えちゃったね、この事件の真相がさ。大声、喉痛いのに。でも、すでに日は落ちて、あたりは暗かったはずですよね。なあ、私たちあの時幸せの星を探しながら歩いていたんですの。何の星ですか？二人を幸せに導いてくれる星ですわ。はあ、もしあの空を横切って燃え盛る炎が飛んでいたら、おそらくそれは流星のように見えたでしょうね。もしお空にそんなおめでたいものが飛んでいたら、私迷わずパッとシャチャーリナーレって3回お願いしましたわ。まあ夜空は霧とスモックで星なんて見えませんでしたけど、つまり事件の直前の空に本やナイフは飛び交っていなかった。はい、星の見えないロンドンの空に誓って。どうも嘘をついているようには見えないな。そしてあの事件を目撃して私たち現場に駆けつけましたの。なるほどな。でもこれ突きつけ方がちょっと微妙じゃない？待った。確かローラさんが警官を呼ぶため交番へ向かったのでしたね。ええ、そうなんですの。私、パッドのビートの交番は全部知っているんだけどな。仕方ないさ。違うビートの交番の場所なんか知るわけないからね。あれ、でも。それでパッドに場所を聞いたの。でもちょっと道に迷っちゃって。あれ、これってもしかしてグルなのか、ローラも。こう、パッて見つけた時に、ビートがこっちじゃんって二人で思ったから、二人で動かしたってことだよね。こいつら嘘ついてるってこと？ああ、ローラ、道に迷うそんな君が可愛いのさ。にしてはなんかあんまり動揺してないな。おお、ローラ、まあ、パッド。もういいだろう、それは。そんなわけで、15分ぐらい私は現場にはいなかったけど。その間も、パッドはプロの目できっちり現場を見ていたのですわ。僕の勤務時間は終わってましたけど、それでも僕は巡査ですから。どういうことだ？片時も目を離してない。異常なしですか。ええ、僕はずっとあの現場に目を光らせていましたけど、現場には誰も近づきませんでしたし、何一つなくなったものもなかった。パトリックを回り、巡査として誇りを持って断言します。でもそれはちょっと変だと思うのですが。何ですか、変って。僕は極めて普通ですけど。この焼け焦げた獅子王物語はガリデブ氏の部屋にあったはずです。それがなぜ被害者の手の中に移動したのか。まあ、これが移動したことは間違いないからね。現場から目を離さなかったのなら何か気がつきませんでしたか？ああ、眠くなってきちゃったんじゃない？でも、たまたま焼け焦げた別の本かもしれませんよ。
では、こんな焦げた本をなぜ被害者は手にしていたのでしょうか。このように、肩からはカバンも下げていたのに。とにかく僕が見た時にはもう本は手にしていました。そうですか。この証言、どうも何か引っかかるな。被害者の背にナイフが刺さった謎と移動した本の謎。どこかで一本の線で結ばれるような気がする。ちょっといいですか、弁護士さん。はい。はい、何でしょうか。あなたってば、またしても疑ってるでしょう、私たちのこと。そうだよ。え？あ、いえ、僕は別に。これはまさか、また。これだけは言っておきますけど、女だからって舐めないことね。私は、いわゆる警察官の妻で、それはそれは信頼できるんだから。はあ、だから僕は決して。いいえ、言い訳など聞きたくありませんのよ。ああ、もうこれだけ言わせてもらわないと。言わない方いいって。よろしいでしょうか、裁判長様。言わない方いいってば。ああ、もうよろしい。証言に加えるが良いでしょう。こういう時は、とにかく言わせてしまうに限ります。裁判長、小さな声で何か呟いたな。聞こえてますからね。そこの日本人は警察官の妻の何たるかがピンと来てないの。私が許してもパッドが許さないんだから。わかりました。慎んで伺います。ローラ様、一体何をおっしゃるつもりなのでしょう。言わない方がいいと思うけどね。方向音痴。言わない方が良さそうだな、これは。別にローラさんの証言を疑っているわけでは。私、あの夜間違いなく見たんだから。あのヒゲの東洋人が本をばらまいてガクガクしながら逃げていくの。はあ。そして私、あの夜間違いなく見ていないんだから。燃える本やきらめくナイフがブライヤーロードから飛んでくるの。よくわかりました。ちなみに方向音痴なのですか？ええ、そうなんです。ちょっと恥ずかしいけど。よく待ち合わせ場所を間違えて、あ、パッドに怒られてしまうんです。いいのかな？そんなこと言って。そうなの？パッドさん？よろしいでしょうか？いいのかな？あ。はい、よろしいですけど。今のローラさんの言葉、何か思い当たることはありますか？そうですね、ええ。そういえば、あの晩もそうだったなぁと思ったんです。え？事件のあった晩、ローラさんが道に迷ったのですか？あの時、ローラに隣のビートの交番まで行ってきてもらったんですけど、戻ってくるまで随分時間がかかったなぁって。10分もすれば帰ってくると思ったら15分はかかっていたからね。もうバットってば、意地悪なんだから。あれはね、違うの。あの、花束のせいなんだから。花束？その花束というのは何のことですか？ええ、結婚記念日のプレゼントなの。ああ、なんて素敵なパッド。街を巡回中、道で拾った小銭をコツコツ貯めて買ってくれた花束でしたのよ。いいのか？それは、なんとも素敵な話ですね。今まですっかり忘れてたわ。あの花束のこと、ねえあなた。え？花束？あ？そうか、そうだね。え？まあでも、そんな花束なんて僕たち夫婦だけのことだからね。どうしたのパッド、そんなにむせて。今こんなところで話しちゃダメだよ。いいね、ローラ。ええー、そうなの。つまんないの。なんだろう、今。明らかにパッドさんが動揺したように見えたぞ。どういうことか、里にはわかりかねますが。里にはね。ローラ様の花束のこと、お聞きになるべきかと存じます。
花びらが散ってんのかな、もしかして。ローラさん、今の花束について詳しく話を聞かせていただけますか。言いたそうだし。へえ、私はいいわよ。バンジークスも聞きたいでしょ。なんも言わねえ。あの時、落とした花束のせいで私道に迷ってしまった。落とした。事件が起こった現場に花束を落としたのですか。そうなんですのよ。あの時私動転してしまって、人影が倒れたのを見て行ってみると、女の人にナイフが刺さっていて、私驚いてパッドからもらった花束をそこに落としてしまったの。ガス灯の明かりの外でちょっと見えにくいところだったけど、そして警官を呼ぶため隣のビートの交番へ向かったのですね。そう、そしておまわりさんと一緒に戻ってきたのだけど、歩道にあの花束が落ちているのが見えたからそこへ行ってみると、なんと被害者の死体なんてどこにもなかったの。ちなみに被害者は今もなお死んではいないが、バンジックス教の鋭いツッコミ。それでマゴマゴしていたら通りの向こうから呼ぶ声がして、それがパッドさんだったのですか。そう、私言ったら間違えて反対側の歩道に戻っちゃったってわけ。でも今回は花束のせいだと思うのね。まさかそんなとこにあるなんて。ブライヤーロードの反対側に移動した花束か。うめえ、なんとも不思議な話ですな。あ、あの花束、結局拾うのを忘れちゃったの。あ、そうなの？せっかくパッドが買ってくれたのに、道に落ちていた小銭を貯めて。その花束だが。え？今ここにドライフラワーにして取ってあるぞ。素敵。あ、もしかしたら、これのことだろうか。時、バンジークス教？あー、まさにそれですわ。よかったね。パッドが道に落ちていた小銭をくすねて買ってくれた花束。そのエピソード、あまり連呼しない方がいいかもしれませんね。ちなみにその花束、どこに落ちていたのですかな？現場付近を捜査していた警察官の報告によると、ジョン・ガリデブ氏の家の前、歩道の隅に落ちていたということだ。ほーん、ガリデブさんの？ガス灯の明かりの届かぬところにあったので発見は翌朝だったのだが、本当に見えないんだな。場所通りの反対側だったため、事件と関係があると思われなかったようだ。なるほど。ありがとうございます、ケンジ様。今すぐに返してくださいな。ふむー。念のため、証拠品として受理しておきましょうか。あら、その場に落としてしまった。私たちの愛の証なのに。絶対返してくださいね。私吠えますわよ。わかりました。忘れないようにしましょう。なるほどね。